吉田さん、投資をやっててね、非常に大事な概念なんですけども、必勝法を身につけるよりも、まずは負けない方法を身につけることだそうなんですよね。負けないで相場の世界に居続けることができれば、チャンスには巡り合えるんですよね。でも必勝法を探していくと、必勝法が使える場面に遭遇する前に、ずるずると資金を失って負けていく、もしくは飽きてしまって自分からやらなくなっちゃうってことがあるんですよ。まあ、ですんで、どんな状況でも、まあ、絶対に負けない、資金を減らすにしても必要最小限しか減らさないっていうところをやっていくと、まあ、資金がゼロになったり自分の精神力が続かなくなる前に、必ずですね、チャンスや自分のモチベーションや資金を持ち上げてくれる場面に出会えるんですよね。まあ、だからこういうふうに失敗しない方法を身につけることっていうのはすごく大事だなと思いますんで、言ってみればね、先人の失敗例っていうのを無駄にしないためにも、たくさんの人が失敗して去っていきました。その人にとってみたら単なる失敗で終わりだったのかもしれませんけども、どうやったら失敗して二度と相場の世界に入ってこれないのかなってことを私たちは知ることによって、自分はその二のつてを踏まないようにすることができるんですよね。車を運転していて、狭い商店街を猛スピードで走ると事故に遭う確率が高まるっていうのは、これは人の体験や失敗を見ていなくても分かりますよね。だからそういうことをしない、左右確認をする、スピードは控えめに、そしてね、運転しながらスマホをやったりとかね、よそ見をしたりとか居眠りしないみたいな、こうやったら失敗するよっていうのをまずは避けていくと思うんですよ。でも絶対に交通事故を起こさないような必勝法っていうのはなかなかないと思うんですよね。うん、でも事故を極限まで下げる、そんなことってのはいろいろと思いつくわけなんですよ。だから投資の世界でもビジネスの世界でも、こうやったら自分はこのマーケットに居続けることができるだろうなみたいなものをまずは探していくことが大事なのかなと思うんですよね。 YouTube ってのでもいいですよね。先ほどもお問い合わせいただいたんですが、私がね、 FX の放送を YouTube でやってるのをもう6年になるんですけども、FX のことを全くしていない、理解していないね、もう全然当然ですけども勝てていない時にも FX の相場でこう放送していたわけですよ。これなんでなのかっていうと、最悪 FX が実を結ばなくてもコンテンツは残って、そこからの広告料とか FX を発信するための発信力ってのは私に残ると思ったんですよ。だから FX で稼げなくても FX で稼げるようになるというね、この唯一の方法が放送するってことじゃないかなと思ったんですよ。だからこの行動すら投資なんですよね。 FX を学んで FX が身につかなくなるか、身について FX で稼げるようになるかっていうのも一つの投資ですし、動画で記録を残し続けるっていうのも投資なんですよ。全く無駄になるかもしれない、でも高い確率でこの YouTube での FX の放送は視聴者さんをたまに呼び寄せて、そして私へ繋いでくれるというふうなね、投資だったんですよね。実際過去の FX の相場解説を見て私のところに来てくださった方もいますし、あとね、私の FX を学びながら昔はこんなだったよっていうふうにお知らせできるんですよね。3年前はこうだったよと、5年前はこうだったよと、始めた1年目ってのはこんなだったよと。だから同じ1年目のあなたがボロクソでも5年目6年目には私と同じぐらいになれるかもしれないよねっていうふうにお伝えすることができるのかなと。すべては投資マインドですね。いってらっしゃい。